して2歳が確定、また歴代の社長3人についても1審と2審は無罪、最高裁の判断を残すのみとなっているんです。今も裁判が続いているということなんですね。そうです。で、JR 西日本の組織的な問題というのは判決でも指摘されているんですけれど、